山内正幸は、日本の歴史学者。学位は博士。東京大学名誉教授。武蔵野大学国際総合研究所特任教授。ムハンマド五世大学特別客員教授。株式会社富士通フューチャー・スタディーズ。センター特別顧問。東京大学教養学部助教授。東京大学大学院総合文化研究科教授。明治大学研究。 知財戦略機構特任教授、三菱商事株式会社顧問、株式会社富士テレビジョン特任顧問などを歴任した、北海道出身の歴史学者である、中東イスラーム地域研究や国際関係史を専攻していた、北海道大学で学び、東京大学、明治大学、武蔵野大学で教弁を取った。また、本部校とは別に、カイロ大学の客員助教授、 ハーバード大学の客員研究員、ムハンマド古生大学の特別客員教授を兼任していた。実業界においては、三菱商事の顧問、フジテレビジョンの特任顧問、富士通フューチャー・スタディーズ・センターの特別顧問を務めるとともに、読売新聞調査研究本部で客員研究員を兼任した。北海道札幌市の日本国有鉄道職員の家に生まれ、 小樽市で育つ。北海道小樽市を三崎高等学校卒業後、北海道大学に進学。在学中は、社会主義学生同盟で活動家。1971年卒業。1976年、同大学院文学研究科博士課程単位、取得大学。 小泉内閣メールマガジン寄稿に際して内閣官房により公表された肖像写真1978年カイロ大学文学部客員助教授1982年東京大学教養学部助教授1984年現代のイスラムで発展途上国研究奨励賞1987年スルタンガリエフの夢でサントリー学芸賞 1990年、品種のリバイアさんで毎日出版文化賞。1991年、ラデカルヒストリーで吉野作造賞。1992年、ハーバード大学客員研究員。1993年、東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻教授。同1993年、東京大学から、 博士の学位取得。博士論文は、ザグリーン・クレッシェント・アンダー・ザ・レッド・スター、エンベア・パシャイン・ソビエト・ロシア1919 19から1922。政府機関での委員も、多数務め、2001年から2002年にかけて、外交問題に関する、小泉純一郎首相の指摘諮問機関、対外関係タスクフォース委員。2002年、一連の業績に対して、柴良太郎賞。 同年、共編著、岩波イスラーム時点で、毎日出版文化賞。2003年から2005年までは、3回の日本政府、中東文化ミッション団長として、中東各国を訪問。2006年には、私受報省受賞。2007年には、内閣官房、美しい国づくり企画会議座長代理。2012年東大を、定年退任、同名誉教授。 明治大学研究、知財戦略機構国際総合研究所特任、教授就任。読売新聞調査研究本部客員研究員、三菱商事顧問、フジテレビジョン特任顧問、東京大学エグゼクティブマネジメント、プログラム講師。2018年、武蔵野大学国際総合研究所特任教授。内閣官房や外務省等の審議会や研究会の委員を委託され、 現実の政策立案にも参加している。内閣官房では、安心社会実現会議員、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会議員。文部科学省では、文化審議会議員、中央教育審議会社会科専門部会議員、文化庁、文化発信戦略に関する懇談会座長、教育再生実行会議員。外務省では、外務人事審議会議員、 日本アラブ対話フォーラム委員。経済産業省では、総合資源エネルギー調査会委員を務める。このほか、日中歴史共同研究委員会委員、日韓歴史共同研究委員会委員、中東調査会常任理事、日本学術会議連携会員、日本経団連アカデミックアドバイザー、トヨタ財団理事、日本ユネスコ国内委員会、日華フォーラムなどの委員も務めた。 文化芸術などにも造形が深く、各雑誌、新聞などでの書評執筆や、読売新聞、地球を読むのコラムニストなどとして活動している。嫉妬の世界史は、安倍晋三が総理就任前に読んだ本として、紹介されている。2013年1月、教育再生実行会議員、2014年6月国家、安全保障局顧問会議座長、 天皇の公務の負担軽減等に関する有識社会議メンバー。現在、日本国際フォーラム参与。美しい国づくり企画会議座長代理就任に、際して内閣官房により公表された、肖像写真一橋大学学長、法制史学者の山内進は弟。大学院の時に結婚した妻、安子は、2008年9月に、雲幕下出血で急死している。 2012年に東京大学退職後、三井理恵と結婚した。生前単位有識者会議設置を発表来月中旬にも初会合。NHK2016 年9月24日、閲覧。評議員、役員等。日本国際フォーラム。2014年2月25日閲覧。寺島実郎、杉山正明、杉田秀明。 宮尾富子との対談も収録。ありがとうございます。